市原大介は株式会社カプコン所属のゲームクリエイター。2015年発売のモンスターハンタークロスではディレクターの一ノ瀬やすのりの下でプランナーを担当し、続編となる2017年発売のモンスターハンターダブルクロスではディレクターを担当。2019年にはカプコン史上初の売り上げ本数1000万本という大台を超えたモンスターハンター。 ワールドの続編となるモンスターハンターワールドアイスボーンのディレクターを担当。モンスターハンターワールドではアップデートを長期にわたって配信していたが、アップデート内容は最初の発売時点で作りためていたわけではなく、都度制作していた。アップデート対応の指揮は徳田優也が取っていたが、それと並行して続編となるモンスターハンターワールド アイスボーン制作の指揮を取ることは困難ということから、モンスターハンターワールド、アイスボーンのディレクターとして、市原に白羽の矢が立ち、にライン体制となった。当時は、会社では、モンスターハンターワールド、アイスボーンを制作し、内容を把握するために自宅に帰ってからは、モンスターハンターワールドのアップデート配信を遊ぶという、昼夜ともに完全に、モンハン付けの毎日だったという。 ありがとうございます。